ははい皆さんこんこにちは山内大二です面白国公立学学理系学部えっ、ー、とですね首都圏や関西に住んでる受験生の皆さんって家の近所に良い私立大学がたくさんあるのでなかなか地方国公立大学に行ってくれないんですが是非ですね理系だけでも検討してもらえないかということで僕のおすすめ大学地方国公立の理系ですね信州大学繊維学部。 繊維学部は日本ででここだけですえ繊維イメージはきますかね大きくは工学部ですねなので、まあ、工学部がやってるような機械電気電子応用科学それからここはバイオテクノロジーはむちゃくちゃ強いちょっと農学部入ってる工学部なんですよ信州大繊維学部もちろん信州大学には工学部も長野市にあります繊維学部は上田です東京から新幹線でですね、まあ、1時間ぐらいで着きますから ここ面白いのでしかも受験難易度がその国公立大学理工系の中でものすごく高いというわけでもない非常に研究内容がユニークな大学ということで一人でも多くの人に検討していただきたい。で受験難易度的によく候補に上がってくる大学として例えば僕が首都圏関西の人にも考えてほしいのは三重大学とか富山大学とか岐阜大学とか静岡大学あとは 高専出身者が多いですが普通科高校の人も入れますから豊橋技術科学大学長岡技術科学大学についてちょっと調べてくれませんか面白いですよあとは愛媛大理工農と揃ってましてみかんの研究柑橘類の研究ができる農学部それから実は水産も勉強できたり理学部も生物系強かったり愛媛大いい学校ですよ、えー、あとはね兵庫県立大 理学部と工学部持ってます。ここはその決して地方国立大に負けないユニークな研究をやってますんで、兵庫県立大いいですよ。茨城大学工学部は日立市にあります。はい、ここもおすすめ。山形大学工学部は米沢市にあります。白色有機 el の研究が盛んですね。で、工学部だけ違う町にあるって言うとね。山口大学工学部だけ、なぜか上にあったりね。 で新州大学も本部が松本なんだけど工学部が長野市なんですがこういうちょっと場所が離れているところっていうのは一見引っ越したり不便って思いますがなんでその町にあるかというと伝統がある優れた研究分野があるかなり個性が強い大学なんですね、えー、群馬大学も理工学部だけ前橋じゃなくて桐生市ですでもわざわざそこにあるっていうことは 何かすごく強い、えー、群馬大理工なら公文子工学かななので研究分野がしっかりしてる大学でこれをやりたいっていう人はたとえ都会に住んでてもこれら地方国立に行けばちゃんと就職は東京の一流企業入れますバッチリですほんとほんと、まあ、あとはね福井大とかあとは鹿児島大、えー、稲森和夫が出てますとあとは秋田大学の国際資源学部 とということでなかなか都会の人地方国公立行ってくれないんですが理・工脳の分野においてこのように優れた国公立大学はいっぱいあるみんな理工系であればちゃんと東京に帰ってきて一流企業入れますということで、えー、一人でも多くの方に地方国公立大学理工系に行っていただきたいと思います頑張ってくださいありがとうございました。ごご視聴ありがととうございましたメガスなら総合型選抜推薦入試と 一般入試、両方の対策が可能です大学受験で志望校に合格したい方は画像をタップするか概要欄のリンクをクリックしていただきメガスタの資料をご請求ください。